ちしろ。ミミズだって、オケラだって、アメンボだって。なんかさ、よくそんな爪で包丁使えんね。爪は女の命。そういえば小学校の時も爪に蛍光ペン塗ってたよね。そうだった？そうだよ。それでちょっとした大騒ぎになってさ、蛍光ペン禁止になったんだもん。あれ不便だったな。私は小学校の時から女の極意が分かってたってことだ。どれどれどれ。うまい。さすがですな、二人とも。つまみ食いばっかしてないで、ドドちゃんも手伝いなさい。はいはい。アジのサワークリーム和え、手羽先こんがり岩塩焼き、ポテトサラダ、春雨と牛ひきシノワ風煮込み、内ぬか漬け、小さな酒まんじゅう。何ですか？あんた食べてるとき本当にいい顔するよね。食べる女。